東大英語振り返りチャット GPT にやっていただこうかなと思います、ね、今から30年後移動、例えば通勤や通学、旅行の手段はどうなっていると考えるか。やっぱそうか、これ迷ったな。ではチャット GPT に直してもらいましょう。和文英訳ですね。実際これ書いてみてどうでしたか。ここがそうですね、まいりました。もちちゃんね。さあ、今回は、はい、楽しいです。はい、たださんですね、受験を終えたたわしさんなんですが、はい、まあ、東大英語振り返りということで、はい、まあ、毎年ね、英作文いろんな人に添削してもらってるんですけども、ね、あ、思い出しました、ね、去年めちゃくちゃ落ち込んだ記憶あります、ね。そんで今回はですね、はい、今流行りのチャット GPT にやっていただこうかなと思います。知らなかったですので。チャット GPTAI でもう大流行りです、今もう。すげえ。大バズりなんですよ。なんでも AI ですね。そうなんですよ。で、その添削していこうかなと思いますんで。お願いします。はい、じゃあまず自由英作いきましょうか、はい、前回のね動画で他の教科も含めてどんな感じだったかを聞いておりますので、はいはい、そちら見てもらえればと思うんですが、問い2の A ですね。今から30年後移動、例えば通勤や通学、旅行の手段はどうなっていると考えるか、理由を添えて60から85の英語で述べよってやつですね。田さんどういう感じで書いていったんですか。僕はですね、自転車乗る人が増えるっていう。おお、なるほど。しました。ほいほいほい。 CO2 が増えるから、はいはい、みんななんかそれに危機意識持ってみたいな感じで書いた気がします。それでも大丈夫ですよ、ちゃんとしてれば。理由もちゃんとしてれば。英文もじゃあ見ますね。The number of people、 あ、The number か。 The number of people who ride bicycle、 bicycle は加算なんですけどね。やっぱそうか、これ迷ったな。When they go to their workplaces or school、 あー、なるほど、 workplaces にしたんですね。 go to school と work、 違うとこあるかもしれないですけどね、本番と。Will increase 30 years later。 ああ、未来を表すときは later じゃないですね。今から見た、今からだと違うんですか。見た場合は later で、これやってると思いますよ、動画内で。やっちゃってるな、これ。過去のある時点から見た、はい、ああ、そうなんですか。やつが later。 そっか、じゃあ、いいんですか。 The in 30 years。 いや、なんで普通にそっちにとか、30 years from now とかね。 Today the emission of CO2 are、 え、エミッションなのに、あ、こう以前にしたと思うんですけどね、ちょっと今間違えたかな。Increasing and so our planet is falling into と分けたんですね。Into a bad situation、はい、The more and more people will realize they have to do something in order to stop it。 あー、エミッションとか。 These people will choose bicycle instead of car。 あー、これもバイセクルとカーが重ねしながらですね。あちゃー、あちゃー、やっちゃいけないやつだ、はい、あとは Choose A over B に関するものも出てましたね、今年の東大の日に言いましたね。あ、僕いけてないとか。そうです、 Choice of A over B みたいなのなんかありましたけど、ではチャット GPT に直してもらいましょう。 Correct the passage、 Correct してもらいます。はっ、早かったですね。一瞬早い。The number of people who ride bicycles、 やっぱ bicycles ですね。 Bicycles、 はい。 When going to work、 あ、やっぱほら going to work or school で、ほら同じ形にしてますね。さっきの going to work or school、 さっきの their workplaces なのにこっちは school なんだって。いや、違和感ある。だから go to work と go to school で同じ形に、はい、Will increase in 30 years、 いいね、はい、いいんですよ。 Today CO2 emissions、 はい、 The emission of CO2 をCO2 emissions、 あ、そうなんだ、 are increasing and our planet is facing a bad situation。 Facing か、 More and more people will realize that they have to take action to stop it。 Take action、 Have to do something、 あ、そう、 Take action と、 いい、かっこいい表現しましたね。 These people will choose bicycles instead of cars。 やっぱり、 そうですね。 あ、どうなんですか。結構限定されますね。はい、直されました。という感じで、まあ、チャット GPT、 流行りの AI ですけど、はい、まあ、パッと直してくれま す、 早いですね、めちゃくちゃ便利です、ね、ただなんで直したのかとか不明なんで、あ、それが、ね、勉強には使うのはちょっと高度な人だったらそうですね、いいんですけどとか、なんか確かめみたいな。そうですね、はい、説明がいらないでもいいんだったら、ただやっぱりね、モリテッド・イングリッシュ・ライティングでちゃんと日本人講師の解説をはい、私の添削サービスやっておりますので、はい、そちらはちゃんと解説付きです。はい、次は和文英訳ですね、はい、まあ、和文英訳なんでちょっとね、はい、抜けてるとことかあるかもしれない。結構今回はさらに実際これ書いてみてどうでした。ここが厄介だったとかありました。さらにもう少し掘り下げてみると、日本の近代化がヨーロッパの影響を受けながら辿ってきた道筋を考えるには、はい、そのヨーロッパのことをもっと知らなければならないといったことも感じていたのだった。
そうですね、まず主語がないので、はい、そうですね、一応前後読んで、うん、自分っていうことにするっていうところをまずチェック、したのと、うん、あともう少し掘り下げてみるとっていうところを、まあ、若干言い換えた方がいい、うんうんうん、書きやすいかなっていうふうに思ったのと、あと日本の近代化がヨーロッパの影響を受けながら辿ってきた道筋を考えるによって、これそのまま書くと結構そうですね、なんだか分かんなくなっちゃう、ややこしいと思ったんで、かなりちょっと意訳して書きました。見てみると Thinking about this more deeply、 ああなるほど、深く掘り下げてみるをもっと考えてみるってことですね、はいはい、で I realized that I had to know about EuropeIn order to think about how Japan had been modernized under the influence of Europe. あ、確かにかなり短くなってましたね。はい。辿っていくとかを確かにスパッと切ってるな。うん。じゃあちょっとまずは直してもらいますか。これはこの英文を、はい、はい、コレクトしてもらいましょう。パッセージを。さあ、Upon further reflection、かっこいい。考えるってことですね。I realized that in order to understand how Japan had been modernized under the influence of Europe, I needed to learn more about Europe itself. おお、ヨーロッパ自体を学ばなきゃいけない。おお、そういう風になるんだ。はい、かっこいい。こんな風には書けない。そうでしょうね。まあ、本当はもっとなんか優しい英語で書いてくれっていう風にできるんで。Upon further reflection, realizing easy English とか確かできる方なんで。あ、I thought about it more. だいぶ優しく言いました。Realized that to understand how Japan became modern with the help of Europe, I needed to know more about Europe. だいぶ優しい。だいぶ短いですね。だいぶ短く、だいぶ優しいになりましたね。シンプルになりました、ね、うん。じゃあ、実際に ChatGPT さんに直してもらえますか。ちょっと私が書かれてないので、下線部に。ちょっと私は補いました。私は感じていたのだったにしました。それを、じゃあ、ChatGPT はどのように、おDelve とか使ってる。When I delve a little deeper。そうですね。だから掘り下げるって delve into とかですね。それが出てこないです。A little deeper, I felt that I needed to know more about Europe to understand how Japan's modernization had followed the path. Follow the path とか使ってますね。Follow the path. Under the influence of Europe. Follow the path とかだったら、まあ、ギリギリ出なくもないですね。はい。はい、という感じで、ちなみに、まあ、DeepL だったらどうなるかな。DeepL だと、digging a little deeper。I realized that I needed to know more about Europe in order to understand the path that Japan's modernization has taken under European influence. おー、なるほどね。はい、これが変わってくるんですね。これが DeepL さんの回答でございます。というように、まあ今の時代、一瞬で、はい、こういうふうにやってはくれるんですよね。だから模範解答自体は見ることが簡単にできる時代になっておりますので、はい、それを。予備校の先生とかこれピピって言って。そうですよ。それでね、やってる時代もね、もう来てても全然おかしくないんでね。今度 AI が発達してって、本当予備校の回答作成とかもプログラム打ち込んで、いや、そうだと思いますし、それどころじゃないですよ、もう可能性は。そもそも問題自体も作ってくれるんで。ああ。これで4択作ってくださいとか、トゥルーはフォース作ってくださいとかってやっても、作ってくれるんですよ。本当にちゃんと作ってくれますからね。もう AI が全部入試問題作るみたいな。そうそうそう、入試問題も作ってくれるっていうことが可能ですもん。どこの大学でもある程度すごい問題作れるじゃないですか。そうです。いわゆるなんかね、今はいろんなどっかの長文読んでそれをこう持ってきてみたいなのやってますけど、でもそれもいらないです。もう作ってっていうのを作ってくれますからね。はい、でしかも大学の先生たちもエッセイこれで書かれてくるから困ってますよ。ああ、そっか。それを確かめようがなかなかないです。そうです。ランダムで出ちゃうから。そうですね。ただまあいろんなもっと進歩してるのも出てきてるので、これソース不明なままでチャット GPT とかなってますけど、ちゃんと出典まで出してくれるとことか、そういう AI のシステムもあったりするんで、また時代がすごいことになってじゃないですか。イタチオそうかもしれないですね、はい、っていうような形でアメリカとかもみんなそういう状況になっているんで、まあ、日本も結構今大学の先生に聞いたらかなりそういう風になってきてはいるって言ってた、はい、便利ですけど私たちの思考がいらなくなる考えなくなっちゃう先生もいらなくなるんじゃないかとかってね言われてますけど、はい、まあただそうこういうのそう AI が説明してくれない、あまだそこまで言ってないです、うん、まあ、まあ、多少の説明はできるんですけど、はい、という感じでした。皆さんお疲れ様でした、はい、ありがとうございました。早くしょありがとうございました。